2016年夏のスペシャルその2、はい、映画特集、うん、日本アカデミー賞編。はい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 。もうこれももう39回ってね、結構いってますよね。もう一番最初の頃言うたらもう幸せの黄色いハンカチとかね、その頃でしたからね。まだね、水野晴郎さんがね、確か、なんかこうコメントしながらね、こうやってたような記憶がありますけどね。まあそのイメージもあるからどうしても日テレの映画番組っていう。結局ね、なんか日テレのショーっていう感じがして、ずっと仕方がないなっていうのはありますね。だから各局がね、今年は富士がやりますとか、今年はね、こうテレ朝がやりますとか、なんかやったらね、いいんですけどね。どうしてもこう偏りというか、日テレなんか考えてるんちゃうのこれはっていうのがね。で、そんな中で今年は、やっぱり、海町ダイアリーがね、結構撮りましたですね。いろいろとね。だまあこれはまあなんかこう富士のこうね、資本とかが入ってるから、そっちの方にこう流れるのかなと思って結構撮ったんですよね。撮ったね。まあそれはそれでまたなんかね、是枝さんなんかうち協力してくれへんかな的なこうね、ものがあるしね。でもやっぱり監督としては是枝さん強いね。強いですね。他に誰かおらんのかなという感じがね、こうしますけども、なんかこう、ポスト山田洋次さんみたいな感じにこう近づいてきてるようなね、大林さんとかね。まあ、世界に通用するというか、まあ、名が売れてる日本人の監督っていうことでいけば、やっぱり今、最たるところ。そうですね。で、まあ、原田雅人監督っていうのもね、まあまあ、かなり年もね、来てるし、で、俳優としてもね、ラストサムライ出てたりとかね、結構やってはるんですよ、もう70年代前半から監督としてね。だからまあ、この中で、まあ、ノミネートされた中で言うと結構なベテラン監督だったんですけどね、でもやっぱり是枝さんに言ったけど、でも梅町ダイアリーちょっと地味なんですよね。そう。工業的にだから。工業的には別にあのヒットしたわけでも。あんだけわわわわ言ってたけど、ね、ね、もう、まあ、4人の女優がバーッとこうなって、確かに華やかではあったけれども、まあ別にあの映画の中であんな華やかな衣装着てるわけでも何でもない地味なね服装ですからね。まあ、あの辺りね、鎌倉とかね、はいはい、本当に街を挙げて、海町ダイアリー一色っていうのはあったけど、まあ、ね、言うたらかつての松竹の大船町っていうね、小津安二郎さんとか、まあ、その辺を彷彿とさせるとか、こう言いましたけども、さ、彷彿とさせても、それに分かる人がもう備えにいてはれへんからね。で、それをこう映画館で求める時代でも、こう、なくなってきてますからね。でまあ、なんといっても、まあ、監督以外に、はい、あの4姉妹が全員ノミネートされてるっていうのも、それもね、なんだかな、ちょっと ね、4姉妹全員がノミネートってそんなことあんまりないですからね。女編女優に次女と三女って。もうね。そら、いっぱい姉妹ものっていろいろありますよ。ささめゆきとかね。なんか姉妹坂とかいろいろこう、ありましたけどね。あしらのごとくとかもあったけど、みんながみんなそんなノミネートされませんもん。ね。普通は。で、主演女優にノミネートされた綾瀬はるかが、取れずに、はい。まあ、どっちかというと、それこそね、音体のね、はい、キキキリンさんとか、吉永小百合さんとかが、ね。撮ったらよかったんやけども、いや、キキキリンさんに撮らしたら何言うかわからないっていう、この、受賞した時のね。あるし、来年また、プレゼンターでももう一回やばいかなって、はい。ね、言われたらなんかね、もう何を爆弾発言するやわからんという、このリスクがね、ね、あったんじゃないですかね。で曲安藤サクラ。安藤サクラ100円の恋。ねえ。これも地味な感じですけどね。うん。どれぐらいの人が見たのかなっていう、ね、いうのが疑問ですよね。まあ、それは、選ぶ人は見てるかもしれないけれども、そのテレビで見てて、あれがっていう、こんな絵があったんやっていう感じのね。そう。どっちかっていうと、ね。これが厳しいですよね。で、もっとわかるのは、有村架純さんの主演女優賞いうのも、まあ、そらそうやけども、新人賞でも取ってますからね。まあ確かにそのダブルでっていうのもね、そのノミネートされたかつてもありますけども、もっとこう他の人の機会があったんじゃないかなと思いますけど。まあ、
ただビリギャル工業的には頑張ったからね。こういうね、頑張りました。まあね、もう20億近くこれいったはずですよ、確かね。そういうことでいけば、うん、有村架純ちゃんに何かあげとこかっていうねえ、うん、あとちょっといろいろ言われたのが、その二宮君の主演男優賞もね、最優秀取ったね。最優秀ね。まあ確かにもう佐藤浩市さんはまあもう何回もいただいてますし、うんうんうん、もう役所浩市さんなんてもうそれこそもういいんじゃないのっていうね、今更取ってあのわーって喜ぶあれでもないですしね、うん、で大泉洋ちゃんはちょっとあの局的にちょっと具合悪い事情もあるでしょうし、そうそう、ね、奥さんフジテレビプロデューサーね、まあその辺で言ったらね、まあ後のそのいろんな枠のことも考えても、うん、まあジャニーズさんにこうねちょっと肩入れした方がいいかなということが匂ってくる。そう言うても去年の岡田、うん、岡田君ね、永遠のゼロね取ってますからね、2年連続で取ってるっていうのも何かこうジャニーズをこうどこかで確保しておきたいっていうことの表れかなというふうに思えて仕方がないっていうね。そう考えると他に要はこの優秀主演男優賞に選ばれるクラスがそんなに出てない、はい、出てないっていうことですよね。なんで今更もう役所さんとかね、佐藤浩市さんとかね、まあ、他にもそれはおるやろうけれども、うん、その華やかな場に出してきて、うん、で映るというかね、うんうん、そこでもこうみんなが見てこうああいいなっていうふうに思えるっていうようなスターがやっぱり少ないんじゃないですかね、うん、これはそう考えたら助演の方は、うん、なるほどっていう。あ、そうですね、まあ、最優秀助演男優賞はモックンね、ゆうちゃんねえ、もう、もっくんはまあ、妥当じゃないですかね。うん、うん。もう、染谷翔太のバクマンもまあ、染谷翔太もよう出てますからね。うんうんうん、で、助演女優の方は、黒木春強い。強いですね。2年連続ってどうかなっていう、ね。最優秀助演。まあ、そら、ねえ、あの、本家のアカデミー賞でも2年連続ありますけども、2年連続っていうのもね、うん、まあ、かといってね、長澤まさみとか、そう。ね、もう、海町ダイアリー組じゃないけど。ねえ、ええかっていうね。だから、満島ひかりにね、うん、駆け込み女と駆け出し男。うん、でも、行ってもよかったかなっていうね。気はするけどね。で、あと、はい、トピック的には。これも栄誉賞いうので、はいはいはい、中台達也さんが、はあ、はあ、取られてるんですけども、はあ、なんかこれ取ったら危ないんちゃうかなっていうね、もう気になって仕方がないんですよ ね、 ね。でも長く頑張ってはるのは頑張ってはりますよね、はあはあ、でそんなに映画に主演するとか助演するとか、うん、確かにもうあんまりない方ですから、うん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 、もう何かこう賞をこういう形であげないといけないのかなとは思いますけどね、うんうん、なんだかんだ言ってももうね、黒沢監督の名作数々出てこられてますからね、まあさすごいんですよね。うん、で、あのアニメーションに関しては最優秀が、はいはい、うん、化け物の子っていうね、うん、まあこれこそポスト宮崎駿っていう感じになってきましたよね。うん、まあジブリにもおった人やから、もともとはね、細田さんもね、そうよ、よかったね、よかったよ、だからね、そうよ、もう挫折を味わった人やからね、で工業的にも結構取ってあるんですよね、そう、まあこれラブライブが取ったらどうなったのかっていうね、これが取ったらすごかった、どういう誰がどういう反応をするのかっていうのがちょっと ね、 ねなるほどね。はい、ということで、うん、2016年下半期はどんな話題作が上映されるのか楽しみにしたいと思いますね。はい、